さあ、ニューフェイスのアンジュちゃんです。今日は福田さん何を教えてくれますか？前回の、はい、まあ、動画で皆さんもアンジュちゃん見てもらったと思うんだけど、はい、そこそこやるでしょ。そう、まあまあまあ、思ってたより全然前からリンクしたんだけど、うんうん、でもやっぱりちょっとしばらくは基本のところ。あ、けどね、俺この間言い忘れたんだけど、うん、こちらのアンズさん、はい、もちろんボーラードでテストをやって、うん、プロになるっていうのもありなんだけど、本人の意向がタイトルを欲しいと。タイトル？タイトルを欲しいんです。私タイトルが欲しいんです。え、タイトルってあれ？言ってみたら最強女子現るみたいな。そんなタイトルはいらないね。そんなスーパーなんか番組のタイトルじゃなくて、俺の名前を言ってみろみたいな。だからそういうね、バラエティの番組のさ、ここにテロップが出るタイトルじゃなくて、じゃなくて言ったら何を名乗る？救世とかですよ。ちょっとどこに言ってるの？あなた言いなさいよ。何人になりたいの？宝石戦で勝つ。何の？なんかですよ。US オープンでいいですよ。ノーリーが言ってんの？お前やれよ、じゃあ。US オープン。本気？いや、本気ですよ。だから、ボーラードを、うん、はいはい、だから、まあもちろんね、鍛えていくのもそうなんですけど、うんうん、そこ以上のところを目指してるんで、彼女は。福田さん、だから、生半可じゃダメですよ。だって、ノーリーが言ってんじゃん。え？じゃあ何のよ？なんかじゃダメだよ。何に勝ちたいのよ、だって。US オープン？ US オープン？女子ってあったっけ？知らん。ないよね。何？とりあえず国内にしなさいよ。何？じゃあ救世紀？救世紀はね、救世紀。けどね、この時期、もう来月なのよ。だから、一応行きますよ。ああ、一応行くけど、もう来月だから。ああ、そうだね。1、2回のレッスンで9000円に取ったら、そうだね。勝て、むしろ勝て。そんなことはもう、なんか無理だから。確かにね。で、1年も待ってらんないんで、来年の9000円は。だから、キンキンのオープン戦じゃないか、アマチュアも出ていい。あれでしょ、プロテストの、免除ラインってベスト16とかでしょ。そう。ああ、なるほど。そこだったら、まあだからそこもそうだし、普通にアマチュアの、ちなみになんですけど、はいはい、僕が知り得る情報だと、まず B 級なの、アンちゃん。で、ハウスのトーナメントいっぱいあるじゃないですか。はいはい。決勝止まりです。ね。何回決勝残ってるの？目がうつろだもん。数知れない。数回数えられるみたいです。5、6回。でも優勝したことは1回もないんで。それは聞きました、さっきの方から。何回残ってるの、ファイナルに？5回、5回ぐらい。 5は言ってるの、うん、それ負けすぎだね。確かに。だから勝ってないから、それはもうメンタルブロックかかっちゃってるよね。それも含め、まずそこを優勝して、はいはい、タイトル取って、はい、プロになると、はい、いうことです、福田さん。ボーラードだけじゃないです。本当の技術が欲しいです。俺は与えられるよ、それはもちろんね。ただ、本気？本気ですよ。もう週8練習するから。本当に？週8練習できる？週8ってことは1回家帰ってもう1回行かなきゃいけないじゃん。やめなさいよ。やめなさいよ。それ大事だから、本当に。毎日練習して。毎日球振って。たまには行かなくていいんだから。家で振ってくれたっていいんだから。ね、そういう。はい、気持ち、まあ、そんなモチベーションを持った彼女にレッスンを、今日は何やってくれますか？ビリヤード、とにかく好き。ビリヤード大好きなんです。ビリヤード、サンドの飯より好き。ガチンコビリヤードクラブ、カッコ仮。そうで、今日はサイティング、はい、サイティング、見方をチェックする、これですね。そういうこと。もう皆さんはおなじみだけど、パカパッパッタッタ、サイトライト。サイトライトです。じゃあ皆さん、行きましょう。はい、これ説明お願いします。もう皆さん、いや皆さんって、いや、ご存知じゃない人もいる。いや、ご存知じゃない人もいるんで、また最初からお願いします。こいつはですね、まずあんずが知らないから。知らないです。いきますよ。はい。アンテナ出てます。
アンテナが球棒のセンターからやって出ます。ね。で、この枠もちゃんと両脇のそのギャップが合わせてるので、真ん中がまず見つけやすいと。ね。で、これナインボールに向けてアンテナが真ん中通ってますね。通ってます。そしてポケットの真ん中にも通ってます。なのでこれが現実です、はい、ということはこれに向かって目の位置がちゃんとこういうふうに、はい、見れることが大事なの、はい、これ爆弾ぶっ込んでいいよ俺、はい、みんなビリヤードでそのこのこう効き目こう目があってさそうこう目があってさでこう的玉があったらこう見るってこと？違う。違う。あ、合ってるか。いや、違う。ちょっと違う。こう見るってこと。ほほほほ。ちょっと違う。わかる？このニュアンスの違い。わかる。で、よくさ、ほら、ま、ボールがあって、目を、ここを中心に向かって。そう、中心に向かって。こういうこと。そう。だって、これフルボールだから、こうじゃん。はいはいはい。ここが見たいから。はいはい。なので、両目でこう見たいの。はいはいはい。それを見る機械。機械。はあ、ははあ、これさ、みんな効き目って言うじゃん。はい。ねえからそんなの。これ効き目だったらこれこうなりますから。でしょ？効き目だったら、こうなるから、はい。よくほら、球をこっから出せって言うじゃん。はい、はいはい。本当はこう出したいの。ここ狙ってんの。はいはい。まっすぐこうで。はいはい。効き目意識しすぎちゃうと、はい、球が斜めに入っちゃうことになる。なるほどね。頭の位置もこうずれちゃってる、はいはい、だから効き目ってないのよ。ああ、なるほど。もうその強く見てる、はい、使ってるってことでしょ、はい、だから強く使ってるだけで、はい、別にいいじゃん。強く見たらいいじゃん、はいはい、でも頭の位置がそれによって変わるってことはないじゃん。ビリヤードの場合はもうこれが今ワールドスヌーカーの出した答え、はい、もう必ず頭の位置を線内の鼻でしょ、はい、球はここから出してくださいって教えてる。なのでこれが最短距離。なるほど。なので常にこの頭の位置を覚えてもらえたい。わかりました。はい、を見極める装置がこれ、こちらサイトライトだそうです。じゃあ早速やってみようか。いきましょう。これはだから A 型教えてもらっていいですか。もう普通にスタンディングポジションでまっすぐ見ますと、それでウォークインしてもらって球先をセンターに合わせて頭の位置はいつも通りでいいよね。いつも通りで頭の位置セットしたらナインボールに目の焦点を合わせるとアンテナが2本に見えるんですね、はい、2つの目で、はいはい、なのでこのアンテナ2本をナインボールの左端と右端にピタッと合わせる、はい、そうすると頭の位置は要するに、はい、この場合はセンターだからね。そうさっきのこれどうな状態だ。なんかどういうことかな。だからそっちから見ると影がちょっとあったらここにこうアンテナがこう立って見えるってことですね。そう、残像が見えるってことですね。そう。右目で見たら、この、右目で見たらこの上のアンテナがこっちに立って、左目で見たアンテナがこっちに立ってるってことですね。そういうことだ。こうなってるってことね。あ、そういうことだ。あ、じゃあこれ違うでしょ。だから俺言ったのと合ってるでしょ。合ってる。そうだわ。こうアンテナは、そう、アンテナはこうだ。アンテナはこういうことだ。そうだ。アンテナはこういうことです。そうそう。ここに立ってるってことだもんね。そうそうそう。はい、アンテナはここだけど、見てんのは、ここだね、うんはい、これ素晴らしい。俺の本人もこれやりたかったな。あげます、ね、はい、アイデアあげますね。絵描いてあげましょう。これ新しいやつが出る時使うわこれというわけですわ。そうなので画面を見てる方にはこのアンテナがこれね、カメラって一つのレンズしかないからそれができないじゃん。人の目は両目だから、うん、右目と左目がこうやってクロスしたところが二重にね、残像が見えるんですけど、
で、こっちで構えたら、まあ、それが見えてるっていう感じで、もしね、これ簡単に作れるんで、簡単に作れる、みんな作ってこれ、もし、佐藤さんには絶対頭の位置とか目を修正したい方は、ちょっと作ってみてもらって、か、福田さんのところに来て、あ、俺のところに来てもらったね、こんなにいっぱいあるな。で、ちょっと、シャツ目ちょっと試してみましょうか。じゃあちょっと構えてください。ちなみにこれサイズレートなくて一回構えましょうか。撮りますか、頭の位置とかね。だからこれなくてこれを狙ってください、ね、で写真かムービー側で押さえますか。あ、いいです。まずは今現在ね、今現在ハンズがどうやって狙ってるか。じゃあ行ってみますか。ちょっとウォークインしてもらって、さっきはアンテナなしで構えてみましたけど、今度はアンテナありで構えて、さっき言ったように9番をこのアンテナでこう挟めるから、そうで構えてみてください。まず2本見えた、見えてます。見えた。足から右足と左足を合わせてそう、頭の位置を、そうでしょ、頭の位置を揺らしてそう、いいよいいよ、そうそう、いろいろ探って探ってね、頭横とか上とか右にずれて見えます。そうでしょ、うん、そしたらそこで、あ、合ってるわ、やっぱり嗅覚の位置は合ってる、合ってる、合ってる。頭の位置だけ今までとちょっと違った、合ってる。じゃあこれ今のまま写真撮っていいですか。それでちょっと比較してみますか。さほど、まずはアンテナ合わせます。あった、あった、あった。あ、じゃあいいよ、それでついちゃっていいよ。ナイス、ナイス、素晴らしい。しかも球が重い、重いでしょ、もう見るからに重い、球が重い、そういうことなの。今のちょっと一番いいかもしれない、ここ最近手応えが変わったでしょ、重たいでしょ。なんでかっていうと、今まで斜めに入ったの、真ん中ついた時でも、そこところがまっすぐ、正面からまっすぐ押してるから、一番9ホールの重たいところをついてる。で、しかも一番重たいところを持ってるから球先に乗ってる時間が勝手に増える。だから手応えを持ったんだよ。そうそう、真ん中の真ん中、真ん中を綺麗にアプローチしてまっすぐついてる。だから今まで、ね、この間も練習したけど、真ん中を押すとか、それが効いてくる、一番効いてくる。これがサイトライナーの力。ちょっと試しにこれ使えるかどうかわかんないけど、俺のも取っていい、これ入ってるんですね。僕もこれ何回かやってるんですけど、やっぱね、難しいんだよな。この辺だ、ここで入るわ、入る。倒れ方がプロ。え入んないんだけど、須田さん。ちょっと、もう一回いい、もう一回いいですか、すいませんね。皆さん、これもうカットしないですから。いやいや、俺真面目だよ、今。俺、真剣にやってるじゃん。あれ目線はこれ合ってるはずなんだけど。やばっ。サイトライト。須田さん、サイトライトだ。俺にはサイトライトが必要。これやって、流しで見たよ。あれすごいね。これで写真撮ってもらおう。はい、これ入んの、福田さん。さっきのところだった、本当ですか。いきますよ。あ、いった、もう一回。本当だね。あれ俺ね、気持ち悪いの。もう構える。違う、ちょっとね、ショットが悪い。やかましいよ。そう、ショットが悪い。叩いちゃう。なんでね、サイズライトで、アンテナで、ここでアンテナが入ってます。入りました。OK、ここ。OK。いくよ。うわいい、緊張してる、緊張してる。ショットがいいから。パチッと叩いてたら、やっぱり右に飛び出してきた。あのね、これは
あんちゃんは今何年だっけ、はい、4年だっけ、あ、いや今だったらね、まだ修正からです。今俺もだから勝手に身についたこの腕とか顔の位置が、これを知ってれば方向性は、そうですね、今もうこれは今もう直さないとダメだ、これ俺も意識がこれ加わったらどんどん良くなる、まっすぐ引けるようになってくる、ね、どんくらいっていうか、もう入る気がしなかった、あと、うん、あとね、体勢がきつい、あ、頭の上に体の体勢がきつい、あ、リラックスつけん、でもそれがサウンドだ、そうなの、そうだね、はい、詳しくは登りに考えて感じで、キューボールのセンターを捉えることができるようになると、テーブル上すべてのボールが入れられるようになります。なんでかっていうと、狙ったボールじゃない？向かい線で引き出す。ということは、毎回同じショットができるから、失敗した時以外は全部ボールは狙った通りに動くようになるはずなんです。狙った通りに動いてないっていうことは錯覚だから。なのでまずはこれを習得してもらって、テーブル上すべてのアングルをアンジュちゃんには網羅してもらいたいですね、はいはい、空間頑張ります、空間認識能力をちょっと鍛えてもらって能力をね鍛えてもらって、早い参加と思ってますという感じですか、はい、ガチンコビリヤードクラブカッコ仮